東京株式市場で日経平均株価は4日続伸し終わり値は前日に比べて284円21銭高の3万6726円64銭でした14日のアメリカ株式相場が総じて堅調だった流れを引き継いで東京市場でも買いが優勢でした 先高感を強めた海外投機筋と見られる株価指数先物への買いが断続的に入り上げ幅は400円を超える場面がありましたファーストリテイリングや東京エレクトロンなど主力の値傘株が買われて日経平均を押し上げました朝方に発表された2024年4月から6月期の国内総生産の速報値は市場予想を上回るプラス成長となり株式相場全体の追い風となりました 個人消費や設備投資の伸びが目立ったとの見方が多く日本経済の現状や先行きに対する安心感が投資家心理を支えました銀行や証券といった金融株輸送用機器などのバリュー株の上昇も目立ちました PBR が相対的に低い銘柄で構成する東証株価指数トピックス・バリュー指数の上昇率は1.24%とトピックス・グロース指数の上昇率0.20%を上回りましたバリュー株の影響が大きいトピックスは4日続伸終わり値は18.85ポイント高の2600.751日以来およそ2週間ぶりに2600を上回りました 東証プライムの売買代金は概算で4兆4035億円売買高は17億5093万株でした東証プライムの値上がり銘柄数が1018値下がりが577そして横ばいが51でしたなるほどえー、っと今見せていただいたえー、っと 今ね値上がり銘柄数と値、ね、下がり銘柄数についていろいろ研究してるんだけど、はいうん、この値上がりが1,018で値、ね、下がりが577とかだとねやっぱりね、はい、値動きはやっぱ定まらないんだよね。というのはど1,000超えてどっちかがね、はい、どっちかが100ぐらいになるとね翌日逆になるんだわ。いろいろ過去のやってんだけど、まあ、ただそれで儲かるかどうかは別だけど、うん、ということはこれは、うん あの今後もまちまち上がるものもあれば下がるものもあるっていうことを示しているんでしょう、うんはい、えそうは言いましても今ここにあの画面出してますがあ今出るぞ、はい、赤と青の交差が完了しましまた、うん、えこの番組ではですね暴落の後お赤と青つまり5移動平均線と20移動平均線が交差をするまでは、はい ー乱高下があるだろうというお話をしてきましたが、うん、ついに、ねはい、交差をしました。ちょっとチャートを、日経先物の,のチャートをご覧いただきますと、えー、これが暴落です、うんで。日数を数えると、えー、相張りの基本ですね。天井から一番下まで十七日を、なんか、俺の本に書いてあるよな。下落は十七、はい、で、大体ストップ。まさに天井から。 えー、大底まで17日で日す、はいでえー、その後ですね、えー、基本的には4本上がる1234本上がって1回下がるんだけど、はい、そこでね4本のあと下がらずに上がったから、はい、そこはやっぱ強いんだなっていう感じはしますね。なるほど、うん、そういう決まりがあるけど、うん、違う場合は理由があるいうことですね。うんうん、ここのねこの,この下落も、うん、ここから1234本でやっぱり下がっちゃったからでこれオレンジギアの戦い実はやってたのな。 オレンジを割って、はい、一度4本上げたけれどもオレンジにぶつかって下落したと。うんうん、ということはねオレンジ際の戦いっていうことはこれ今オレンジの下にいるわけだから、はい、えっと今上昇24689日目なのでしかも今ね3万6620円今現在、はい、そうすると3万6000円際の戦いになるかなということです。 うん、で赤と青が交差したんで今までのような暴あの暴あの乱高下とか暴落とかここは乱高下ね実はじゃあ上がっずっと上がったじゃないかと、はい、18日目以降そう言うかもしれないけどここ見るとねあの実はこの辺上冷が,が,があったり下冷があったり上冷があったり下冷があったから事実上後で見たら全体で上がってるけど。 日々はこれ乱高下だよな、千円上げたり千円下げたりしてるわけとから、やっぱり乱高下なんです。はい、ただ本当はもっとこういう乱高下があるはずなんだけど、うんうん、やっぱり相当売り込まれたんでしょうね。ということです。でここは三万六千の戦いなど、俺日経はねこれちょっと怖くてできないな、わかんない。うん、うんまだからわかんないですね、うんうんでえー。この週足を見ますと、まあ暴落があったないにかかわらず。 ダブル天井で大きく下げて、はい、オレンジに買って、今陽線ついてるとういうことから考えると。まあ、上昇、うん、いくばくかの上昇があるんだろうと。はい、ただ、下半身ではない、週足ベースでね。でねちょっと戦いにくいよね。はい、で、今度は、えー、ニューヨークダウを見ますと。えっ、ー、とね、これもね、不安定。ここ線が集中してるから。はい、しばらく上がると、しばらく下がっちゃう。しばらく下がると、しばらく上がる。 でしばらく上ががっっててまだ下がってだからこの辺線が集中しててこのちょっとこの赤丸見てくださいこれこれ赤丸動いてでしょ、はい、これがここに持ってくると、はい、今日現在週足でニューヨークダウはこのポインターの赤丸に赤と緑と青が入ってますから、うん、今後どういうことが起こるかっていうと冷やしベースでは小刻みにちょっと上がってちょっと下がる、うん、ちょっと上がってちょっと下がるを、うん、繰り返すので、はいえー、それがね えー、日本株にも影響を及ぼすとすると、えー、そういう動きにちょっとなるんじゃないかと、はい、大きく下げた半分戻ったんだよね日経の場合は下げたあの暴落し,したでしょここからここまで、はい、17日間ででこの上から大底までの値幅の半分戻しというのはよくあることでここではまた下がっちゃう可能性もあるわけうん、うん、なので、えー、ここで、えー、飛び乗らない方が俺はいいと思います。はいえー えそれで、えー、ここでもう一度画面戻しますと日経の赤と青の交差が完了っていうんだけど、はい、日経が暴落した時というのは個別銘柄も暴落しますつ、うん、ついていいいててくくところが、えー、日経の青と赤の交差が終わったあたりから、はい、え個別銘柄はそれぞれの動きになる。だからあの ラジオ日ケのスタッフもさんかの時はみんなで同じ方向を向くけどさある程度安心するとさんかある人あの人はビール飲んでるしあの人は日本酒飲んでるしあの人は社長殴ってる人がいろいろこうあるわけだけど自由なこの曲はみんな自由な動きでんかこの曲すごいもんな他の曲でバイトやってんだって違うかそれぞれの動きをしてるわけですよ。なののでここれからやるとは えとその暴落だ暴頭だということではなくって個別銘柄がどういうふうに動いているかを吟味して相場、うんはい、流に合っている値動きであればエントリーすると、うんうん、で前回の番組でお話したのは丹念に探しましょうと、はい、そ暴落の時でも上がってるのがあるし、うん、から暴落の時に下がらなかった銘柄はその後上がってるんだよね。こののの番組で紹介したたたたたは暴、はいはい、暴落落時下がががっっっってないからら、ね、終わった後買ったらまた上がったんだよ で俺結構儲かったしねうん、うん。というようなものとかね。はいえー、で「ニューヨークダウは先ほどこれちょっとこれあの赤の中に収まるから、はい、ちょっと乱高下あるぞとうん、うんえ。それから原油についてお話し,しますと、はい、これ前回の番組でこ,ここの、えー、グレーの丸はお話ししましたこの後どうなるかで前の安値に並んでるから、はい、これちょっと違うやつだけどあのここでダブル底になりそうで前の安値止まってるから。 これ先週の番組でね、はい、こあとどうなるかでっていうことだったんだけど結局どうなったかというと、えー、前回のの番組ははここは、はいえー、ここですわなそ,、ね、その後上がったん本来だったら前回でここでダブルになって上がったら一番いいねと思っていたんだけどダブルにならず上がってきて、えー、前のやすに並んで緑超えたんでちょっとこれは買ってみようかなと思いましたが、はいえー、ここに線見てこれ。 80ドルこの天井ドドル80ドルこの横に並んだ下が80、はい、だからこの下着も80で,でこれも80なんで俺ねこの陽線の翌日の陰線の80の上髭でねあのセットてしといて手締まったうんだから結局取れたのが76から80だから4四ドル4ドルってっとなどうなったかと元金が倍になった。 1>, <倍>1ドル動くと25%取れるから4ドルだからさ倍になったね。でやっぱりここでなんで80で切ったかっていうとあの過去のやっぱりこれしこりがいっぱいあるからあの、ね、原油ってやっぱ1ドルごとって1回上げが止まったり下げが止まったり、ね、ましてや80だからうん、うん、10ドルごとだからさ、はい、こ,れきこれ勉強として切っといた方がいいね1回切ってまた80超えたら買ってくっていうことを考えて手締まったんだけど、うんはい、実はね 今原油どうなってるかって俺次楽しみにしてるのは次の上げなんだよな次の上げう、うん、これ今今現在今 just this time、はいね、こう見ていただくと80つけて下がって今ここにしこりがあるね77ドルあたりでこうやってるから、はい、ここでもし76まで下げて下半身つけると<ー>面白いうん、うん、75でもこ,ここで下半身つけたら俺買っていきたいなと、はい、ダブルえっとねこうやって下ね切り上がりになるよなあ<ー>下ね切り上がりになるから。 こ,れのここの場合は、えー、と下値切り下がりだったんだけど下値切り上がりになるんでここで陽線出ると面白いんだよ、はい、で80でどうなるかここは我慢して超えてくるとちょっと面白くなってくるなって思って、えー、見てますと、はいえー、それから個別銘柄東方日本マクドナルド、えー、スクエアエニックスを、えー、ちょっとねこの番組で見てるので、えー、さっと見ていこうかなというふうに思っています。はいえー、まず東<方>、えー 東方を見ていただくとこんな感じですね東方は最終的には下がる予定なので、はい、これを眺めていてげ撃調になったら売っていきたいなというところでその理由はこれ突き足を見るとずっとこれ何年も上がってきたんだけど2021年と2022年23年これ頭がもう頭打ちになってきてでここ紫まで下がって。はい 次の上げがもしこういうとこ超えないでぐっと下がってくればそろそろこう下がる付き足でこうだからね暴落なんかも関係なくね、えー、これ週足です週足を見るとこうするとわかると思うんだけど、はい、ずっと上がっていて頭頭頭頭頭実はこここことかここ今回超えなかったんだなちょっとこの辺やっぱり天井で 実は週足の青と紫色が逆転してるから、あのこれ面白いんで、んいずれ、えー、この辺でぐっと来たら緑あオレンジもね横ばって結構週足ね。ねだから多分ね行き詰まってきてるんだよ。はい、だ抜けることもあるから、うん、それは抜けることも想定しながら、うん、弱い場面では売り一回手狭い。うん、またちょっと上がって弱くなったら売り。うん、またちょっと上がって弱くなったら売り。そうするとそのうちなんか。 モグラ叩きの叩かれたモグラが出てこなくなるような感じでずっと下がっていくと <laughs> うん、うん、次マクドナルド見て、はいマクドナルドは、えー、どうしたかっていうと「そろそろ上がるんじゃないかな」っていうふうに見ましょうって言って皆さんとここからずっと見てきて、はい、ここで上がるかなと思ったけどやっぱ下がっちゃうこ、はい、ここに来来てちょっと来たぞこれう青顔を出してこうずっと青の上にこれをダブルゾーン作ったから。 面白くなってきたなというところで、あとはご本人の判断。私はやりません。番組で言ってたからね。それからスクエアニックス。スクエアニックスはそこを形成してるんだけども、月、はい、足を見るとねどうなってるかって。ほら、これはあのさっきのさ東方と同じで、20年の天井、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 天井。これ全部一本が1か1ヶ月だから天井、天井、天井。天井うん、今英語の天井なんだ。天井。天井。で下がってオレンジまで来て。 もう一回突き足で上がったんだけどやっぱりここを超えられない,れないで下がってきてついにね突き足がオレンジ来たから、はい、これは最後はどっかで下がっちゃうんだろうとただやっぱりそこでも上がったり下がったりがあるから<ー>上がっていくのを見て、はい、下がってきたら売りもう一回上がっていくのを見下がってきたら売りを繰り返していくと最後もぐらたたきのもぐらが出なくなると。だだけけ見るとこそこの方なんだけど 突き足見るとう、ね、もう天井を作っちゃってここ以上行きませんよっていうような動きになってる、はい、これをねずっと観察しましょうと。で、えー、これでなんかあのなんつうかな本当に上がりきって最後ずっともぐらが出てこなくなるような値動きはこういうチャートなんが最終的にはなるんですよっていうのを見ていただきトレードして,いた,だきていただきたくてやってるわけじゃなくて、はい、こういうのが最後。あのうん 息の根が止まっちゃうっていうか、なんとかな。本当、あの長期下がる銘柄になると、スクエアニックスと東方で結構同じような動き,、ね、な,動きなんですね。だこれね、あのどっか上がってってさ。はい、逆感半身つけたら売りを入れて心配ないんだよね。はい、だって、あの天井がだいたい決まってるからね。というような風に思っております。うんうん、以上、はい、潮流の最初のページなんですが、すいません。うん、赤と青 でで赤赤と緑です赤と緑緑す <laughs> です、ね、<laughs> ですよ、ね、ません相場の提言なんですが、はい、その前にちょっとね先ほど言い残した個別銘柄の値動き、はい、前回はまだやりにくい値動きの銘柄が多い、うんうん、しかし丹念に探せば取れる銘柄は見つけられるというお話を前回しましたが、はいね、今回は個別銘柄のそれぞれの値動きとなってくる相ュ流のタイミングを待つ、うん、ね待つ。 でエントリーをすると、はい、保有している銘柄は陰線の本数で手じまいましょうもし持ってたら上がってきたら陰線が2本連続で出たとかうん、うん、陰線が1本出て要線が何本か出てまた陰線<然>とかなったら終わりにすると、うんはい、もう簡単です、はいえー、さて、えー、なんだっけ相場の提言 <laughs>、えー、今日はですねトレードのメンタルについてお話をしようかなと大事なんだ、はい、でメンタルはいくつかありますとちょっと中林さん4つ読んでいただくと。はい 1> 1練習研究のメンタル 2,、うん、2銘柄選定のメンタル、うん、3銘柄保有中のメンタル、うん、4手仕舞い後のメンタル、うん、5はねあのラジオ日経を聞く時のメンタル, <laughs> メンタルどんなメンタル <laughs> <の>間違いないかなって集中して練習研究のメンタルについてお話をしますと、はい、あの練習研究するときは、えー、目的を持って絞って練習しなきゃいけないんだけど チャート見てると、あれもこれも思いが浮かんできて、これもいいな、あれもいいな、とか、なんですか、な。こう、三万になっちゃうんだよね。で、俺、どうしてるか、ちょっていうとね。練習する前に目を閉じてね。二三分瞑想して、心の中で、今、俺は、これから、これとこれの研究をしようとしてる。それに集中しようって、自分に四十年やって、自分でも言い聞かせてる。はから、練習は、とにかく。 あの練習は裏切らないとだから俺はやるんだと、はい、やっただけ強くなるんだっていうのを自分にやっぱ目を閉じて言い聞かせてだからやるんだというふうにあのやってますすね練習ででもそうなんメイウェザーがねあのー、なんだ、えー、俺は何、えー、だっけあいつはあいつが。 練習あいつは練習してるけど俺はもっと練習してるとであいつが寝てる時に俺も当然練習してると<あ>だから俺が強いんだと、はいでね、でこれやっぱり自分に、ね、言い聞かせないと練習続かないしね、うんえー、研究練習のメンタルっていうのは、うん、目的を今自分明確にする、はい、今これの練習をしようとしてるんだと、えー、研究はですねあのとにかくさんまにならないようにその場面 ある研究する場面があったらチャートで過去に遡って、うん、ああこの場面やっぱりこうだあ、はい、あこの場面やっぱりこうだあこの場面やっぱりこうだ他の銘柄を見てあこの場面そうだ、うん、やっぱりこの場面というのは大抵こうなるんだ、うん、っていうふうに自分で納得するためその目的を持ってやらなきゃいけないんだけど、はい、チャートを見てる間に違うことを考えちゃったり、うん、途中でテレビ見たりさお菓子食べたりさ <laughs> なんかラジオ日経のことを考えたりしてると駄目だ <laughs> ちゃんと集中し、はい。 でとにかくこれね練習と研究の前には3分ぐらい目落としするやん。<ー>から銘柄選定のメンタルあのいろんな相葉流の知識があると、はい、あれこ,のこれ銘柄これ物別れだけどこの銘柄はダブルトップだけどだこの銘柄はダブル底だけどこれは3本だけどでも今度紫に当たるからなとかね結局分かんなくなっちゃうんだよ。で最後人間だから疲れ果てて、はい、えなんかろくでもない銘柄を。 売りり買いしたりするで俺はこれは朝起きた時も夜寝た時寝る時もそうだし銘柄選定する時もやっぱり目を閉じて、あのー、心の中でね、うんえー、いろいろシミュレーションするわけ「物別れこうだよな」だ「こうなったとこうだよな」とか、はい、というか頭,頭の仕事だからあのパソコンを手でやるけど結局頭の仕事なので、えー、やっぱ目を閉じてよくこうなったらこうだからこうだよなとよくよく考えることをやっぱり。うん やってますねとにかく雑にやらないというかそうすると適当にやっちゃうけどそれでもいいから時間切れになったらそこはそこでいいとだからこの番組もそうだ時間切れになったらあと2分ちょっとだけどいいと時間切れになるかってバッと話し合うとよくなくて結構今日も攻めてるなと思ながらよくないからもう 時間伸ばせ <laughs> 伸ないそういうつもりで銘柄選定もちゃんと丁寧にやるうん、うん、今回はこういう銘柄とこういう銘柄を探すんだって目的に絞って丁寧にやってちゃんと月足も週足も見てやりたくてしょうがないんだろうけど、うん、もし間に合わなかったらエントリーしない、うんうん、研究不足のままで銘柄選定も 丁寧に見なないいんだったらら今日はやあるいはむしろ週2回ぐらいしか見ないとかな選定しないとかまあいろいろあるでしょう。だから銘柄保有中のメンタルっていうのは下半身で入って逆下半身で出ることをこの番組で過去やったけど大豆大豆で2年分ぐらいやったら下半身で入って逆下半身で出る逆下半身で打って下半身で手まうだけをやってもなんか2年ちょっとで 2倍,と2倍とか3倍とかなったわけだから、はい、あの最後の取り出なんで下半身と逆下半身はだから銘柄保有中は例えばこういう移動平均線の動きでこの本数で下半身で買ったんだから、はいうん、次はある程度の本数いくまであるいは陰線が2本出るまでとかそれまでね我慢できなきゃいけないんだけど40万儲かってる、はい、今手島えばプラス40万。い ううしよよっっって言って言手締まっちゃうんだようんところが明日から陽線でボンボンボーンって伸びてってクソってなるわけだから、うん、っやっぱりねしっかりあの保有中のメンタルここまで持とうと、はい、で陰線2本まで持って大損はあまりないからうんで、うん、ないんだよところが今回に限りね陰線2本まで持つと暴落しちゃうんじゃないかと <laughs> そういうことない。手締まい後のメンタル、はい、これは 感想戦をちゃんとやらなきゃだめだって自分に言い聞かせてちゃんとやるこれは手を抜かない相葉さん憧れさん毎週欠か,かさず見て勉強させてもらってます買い、えー、を寄り付きで注文している時に売り注文が大量に殺到しており、うん、朝の9時の段階で値段がつかない時があるのですがうん、うん、その時ビビってしまって買い注文を取り消してしまいますうん、うん、これは相場流としては邪道ですか うん、うえーっとね邪道といえば邪道 <laughs> <laughs> 前の晩とか朝マーケットが始まる前にもう注文をしてしまうので、うんえー、その時の板は分からないうん、うん、よな、うん、要するにマーケット始まる前に入れちゃうから、はい、あとはもうマーケットに任せておこう、はい、でもし買いを入れたのに、うん、その板がそういうふうに売りがどんどん入ってて下がってくれば、えー、その日のの引けに チャートを見たたら陰線になってたとするうん、うん、そしたら例えば、えー、下半身で入れたのに、はいえー、逆下半身になったらば買いを切って売りにすべきだしうん、うん、あるいは下半身で入れて本数も結構下がってたあとなので、えー、その日売りが多くて結果下がってしまったら買いを持ったまま売りヘッジをして20本超えるのを待って上がってきたら売りを切って買いを入れるっていう、はい、そういうあのことができて 事前にね、はい、計画がが立てていいられればそういうことができます、うん、もう一つはお時間があって今日買おうと思ったけど、はいえー、板で時間あのその日の値段が、ね、9時に、まあ、9時につかないって多いんだよねだいたい5分とか10分かかるけどうん、うん、その時に、まあ、売り板が多くてっていうのが思ってたらそうだなじゃあ今日はやめようかなって引いちゃってもいいかもしれない。<ー>うん、ただ 邪道というまではいけないうです、ね、うんで,でも逆にね前日に研究して下半身だったから貝を入れるって言って、うん、板見てたら板がすっ飛んで高いところ始まったら逆に、うん、あれだぜ翌日下がる可能性あるから。<laughs> まあそれ考えるとそうね板で売りがいっぱいありすぎた買いがいっぱいありすぎた時は手を出さないで通常の時だけ出すとかだけど下半身で買おうと思ってよく、まあ、前日下半身になりましたと本数も17本ぐらい立ってたと。はい、と次は上がる可能性高いから。はい 買買いいいいを入れたたんだだから当当然買いがっいっぱい集まってるのは当たり前だよねうん、うん、でも買いがいっぱい集まってると前日570円だったのが翌日600円でしか買えない場合もあるわけだからうん、うん、でも買って大抵上がるんだよなうん、うん、あるいは一回下がっても赤割らないで上がるからあ、はい、まあシャド気にしない方がいいい方がと思います <laughs> うん、うん、ただむしろ次の曲の操作を考えておやりになった方が<ー>ずっとこれからやるにはその方がいいと思いますね。うん わかりましたでは次にコメントいただいているものなんですが山田さんローソク足を見て全ての線が上向きでエントリーが分かっていてもなかなかできません今回のような下からの上げは買いだったのですね怖くてできませんでした損切りがすごい金額で早く上昇相場になってもらいたいです相場先生の話いつもわかりやすいですでも実際にはなかなかエントリーができません そうだね、これはあの株熟生もね、えー、みんな同じことだと思うんだけどでもみんなそうしながらもなんとなく上手になって入れられるようになっているんで、うん、訓練かな、えー、移動平均線がパンパカパンンカ、ね、例えばちょっと今画面出していただいて、えー、これ日経先物の,の元気な時ね移動平均線がパンパカパンの時はこれ。 ここも上がってるでしょ。うんうん、上がってるでしょ。はい、で、こんなのいっぱい見ると、だんだん頭の中で、うん、やっぱり上がるんだっていう確信が湧いてくる。例えばこういきますよ。すね、これ下オレンジ紫。じゃあ翌日になります。抜けてきました。はい、これで下からオレンジ紫、えー、緑やオワカなんだよね。うんうん、そこで抜けたらパンパカパンダだ。はい、これパンパカパン。ではい、ここで買うと、大抵はこう上がっていくわけですよ。で、パンパカパンだから当然一 やっと抜けたんだから一回休んで、はい、もうもう一回上がるはずだから、うん、そこは我慢してもう一回上がってきたからここ,だ、うん、ここでしょで過去のね過去の見たってこ,ここだってさこれもそうなんだよこうきて、えー、紫青緑だから次抜けたら買いねっつって、うん、これ買えば上がるんだけどこのコメント書いてくださった方のように。はい なななかなか買えないんだで,でこれ買えるようになるためにはこういうチャートの場もたくさん見てあここもそうだここもそうだって自分に言い聞かせて、うん、で目を閉じて3分間、はい、そうかこうなったらやっぱり上がるんだと。だけど普段俺は買えないから今度こそ 買おうとよし頭んだけでああなったら買おうって自分でこう俺こう,こう,こう両手こうって <laughs> あんたと買うぞって俺でやってんだよ40年経ってもこうやって練習でもそういうことすっやってやってる自分に言い聞かせなきゃいけないから大丈夫なんだと、うん、そうするとパンパカパン買えるようになるだたくさん練習してそういう場面の有効性を分かってい,い,い,いるのがまず第一歩うん、うん、次にやっぱり自分に言い聞かせなきゃちゃ今度入,入,入れようとただそこで「センーブとかやっちゃうと <laughs> 失敗した時大変だから100株やって、うん、そ何回もやるとだんだんお金も増えるし、はい、あやっぱりこれはうまくいくんだって分かるからやるようになる <laughs>、うん、そうすると本当にできるようになるだってさ今50億円とか100億円とかさ20億円とか言ってるあの俺らの知ってるトレーダーの人たちも最初はだって10万ぐらいしか儲かなかったんだからそれが1年間で200万ぐらい儲かるようになりそこから2,000万人で何億になり最初はみんなそうなんだよ。だだだんんん確信を持ってくんだ、うんあ ここはいけるんだって。えー、北波さん、はい、CFD のゴールドの動きがとても違和感があります。なるほど。この後ショートを狙っているのですが、うん、先生の見解あったら教えていただきたいです。ゴールドのショート？ああ、じゃあこれちょっとあの画面見てください。はい、これ月足です。月足はこれ何パカパンっていう？パンパ,パ,ンパンパカパンだろ。本数が、えー、ここから二四六八十十一本目。つまり十一ヶ月。 パパパンパカパンカが続いてます、はい、え次に、えー、週足でいくと2468うん8本うんなるほどうん、うん、で、えー、日足でいくと上がったり下がったりとショートっていうのはなんだか知ってる短いんよ短い取引で売りら売り短期間っていうんじゃなくて売りロングっていうのは買い でチョートが売りなんだけどこの方はあの下げを狙ってるんだろうとじゃあ下げを狙う時ちょ俺もねこれね金ちょっと分かんないんだよあのー、ガンガン突き足でガンガン上がってるからその上げの勢いがあるこれ線が急で上向いてるから、うん、これ上げの勢いがあるから下手に売り入れると上に持ってかれちゃう,うで,、ねうん、で一番いいのはここみたいにここの上昇みたいにこれちょっといきますよこう。 上がってきてき、はい、そして前の高値に並んで、うん、そしてあ弱ってきてこ,ここここストームほらダブル天井じゃん、はい、これで売りを入れると結構うまくいくんですよ。これだって半年以上下げてるわけだ、はい、ところがきこの場合基準になるものがなくて史上最高値だからとってもやりにくいんでえー、とばくになっちゃう時があるんだよな。 <で>逆に言えば買いだと博打ではないだってそもそもこれ前のた、えー、と過去に並びがない高値を超えてパンパカパンっていうことは、うん、売りか買いか言わないと首絞めるぞって言ったら買いじゃないだから買いにおいてはやっぱりバクチにならない、はい、ただ売りにおいてはバクチになる、はいで。かといって買いも相当いいとこまで来てるから、はい、これ今買って、うん、あのまたさらに上がるかっていうと、まあ、将来は上がるかもしれないけど 直近ののヶ月でどうかっていうのはかかかといはららないからそうすると、ね、金のショートを狙うよりは先ほどの,あのここでお示ししたような、はい、前の高値に並んで下げそうなもののショートの方が効率がいいかなと。<laughs> じゃあこれ下げないかとそれは分かんないよあのなぜかっていうとこれ月足があ週足がこうで1回折れてるでしょ。これオレンジ超えて一山二山三山なんだ三、はい、山,山な。はい、オレンジ超えて山1 2個, 2> 2個3個だから1回青ぐらいまで来るかもしれない。<ー>ということはそれはショートがはまるかもしれないけどやるんだったら逆下半身になってから、うん、だけどこれこれだけ線が離れてると、ね、どっかまで下がってもすぐ戻っちゃうからショート狙うならばちょっと下げて戻ったところを買い狙った方が効率はいいかもしれない。突き足から考えるるとなあるいはショート ほらお俺のっっってててるる人って売り好きだからさ <laughs> だかかららさショート狙ん俺も本当にね全財産のほとんど売りで取ってるし暴落大好き男だからだったら金じゃなくてあの下,げ下げるやつちゃんと下げるやつを狙った方がいい。でそれでちゃんと下げるやつを狙って下げを取ってる間に金が本当に下げる時になるから。うんうんうん その儲けた金と元金と合わせて金にぶち込む。ぶち込むというか、あの、金を、まあ、あの、トレードする。冷静に。の方がいいかもしれませんね。です。